And it is my great honor to have Joe's endorsement in this race. And it is my intention to go out and earn this nomination and to win. バイデン大統領の撤退表明から一夜、ハリス副大統領は選挙対策本部で早速協力を呼びかけました。新型コロナで自主隔離中に電話で参加したバイデン氏は、I want to say to the team, embrace her. She's the best. The name has changed at the top of the ticket, but the mission hasn't changed at all. 民主党内ではハリス氏への支持が広がっています。We're very excited about praising his legacy and electing Kamala Harris president. Today I am fired up to endorse Kamala Harris for president of the United States.ハリス氏の陣営はバイデン氏の撤退表明から24時間でおよそ127億円の献金を集めたと発表。 AP 通信は指名に必要とされる1976人を大きく上回る少なくとも2668人の代議員の支持を得たと伝えていて、ハリス氏が党の候補者に指名される見通しとなりました。こうした中、ガザ地区への攻撃を続けるイスラエルのネタニヤフ首相がアメリカを訪問しました。Regardless who the American people choose as their next president, Israel remains America's indispensable and strong ally in the Middle East. バイデン大統領のほか、ハリス副大統領とも会談すると報じられています。バイデン政権のガザ地区への対応、評価はアメリカ国内でも分かれていますが、世論調査でイスラエルとハマスの戦闘に対応できるのはトランプ氏と答えた人がバイデン氏と答えた人を上回りました。トランプ陣営は不満を持つ民主党支持層の切り崩しを図っています。You would have never had October 7th in Israel. You would have never had that. 狙いはアラブ系アメリカ人です。トランプ陣営は全米最大のアラブコミュニティがあるミシガン州で地域の有力者に接触し、トランプ氏なら和平を実現できると支持を訴えています。もともと民主党支持でしたが、新たにトランプ氏支持の団体を立ち上げた住民もいます。自らを歴代で最も親イスラエルの大統領と称したトランプ前大統領、在任中にエルサレムをイスラエルの首都と認めるなど批判は少なくありませんが、それでも即時停戦を求めるアラブ系住民の中には希望を託そうという人が出てきています。I wouldn't say that he will stand by the Palestinian. I believe that from his personality, he's a guy who doesn't like, you know, conflicts to linger. He wants to end it, just end it right now. アメリカを訪問中のイスラエルのネタニヤフ首相はトランプ氏との会談も希望していると政治専門サイトが伝えています。ハリス氏は民主党から離れつつある支持層を引き戻すことができるのか。民主党全国委員会は候補者を指名する手続きを来月7日までにオンラインで行う方針で、ハリス氏は選挙活動を本格化させる予定です。